はい、次はね、背面8の字、7番、背面8の字は、進行方向じゃないね、これバックだね。まあ、真正面から来て、バックしての、左、まあ、右、どちらでも、ケツの方から、バック進行で8の字をします。はい。で、その次8番、タンブリングループ、多分ね、これ、なんだっけ、2番目かな？いや、1番目だ。1番目のね、全身2回アップフリップがあの状態だったんで、多分これ難しいね。タンブリングループ、要は、どうだろう、バックじゃない、前進しながら、ループの入り口からアップフリップをしながらループをするという、うん、ちゅうことは風下からですね。とりあえず背面8の字から、やっていこうと思います。出てるよね、これ。間違えるんだね。左は左だろ。マイナスマイナス。あまし低いと見えないよ。はい、あ、これもうノーズインとか、ノーズインテールインとあまし変わんない。難しさ。こっちの右の左回り難しい。いやー、これ、練習必要だな、これ。ピルエットメトロノーム以前の問題ですね。でもこれ、だいぶ前にしたような気もするんだけどな。確か。110で結構練習したような気もするんだけど、久しぶりなのか、難しいです。はい、レスキューは使えません、ね。この160のレスキューは使えません。6軸から3軸はできるけど、3軸から6軸はできない。これに M2 のジャイロを乗せたらどうなるの。なんとかちゃ。おお、戻す。遠いね。この次なんだっけ。あ、タンブリングか。タンブリングループ。あ、もう今1個目になっちゃったよね。アップフリップだもんな。じゃあちょっとアイドアップの、戻しのアイドアップ3。風下からの。あ、もう横向きがわかんないよね。でループ持ち上がって、わー高い。これは機体の姿勢、これ見損ねる。この高さになるともうタンブリング無理ですね。はい、はい、諦めました。これは諦めた。はい、ノーマルにして、今
まあ一回フリップはできたけどね。一回フリップはできた。